内山さん、何かお好きな曲をリクエストしてください。はい。鹿内高橋の、ね、本目目で。本目でってやつですね。はい。はい、本目目で、あと全然出てこない。さて、札幌市立の小中学校は今日から夏休みなんです。今日から入ったの。はい。あ、そっか、25日だもんね。はい。内山さんは子供の頃、夏休みは何をして遊びましたか？ああ、やっぱし、ビー玉だったか、パッチとか。ああ、そういう時代なの。時代ですね。ゆかりちゃんは何を？私は、近くに田んぼがあったので、おたまじゃくしを取りに行ったのを覚えてます。どんな子なの？おたまじゃくしとって、そのカエルになるまで飼ってやった？いや、あの、水取り替えるの忘れちゃったら、お日様に当たってお湯みたいになるやつやつやつ。なので、ちょっと可愛い子なんですけど、ごめんなさい。4匹ぐらいカエルになるはずだったのを、残念なことにしてしまいました。お召し上がりください。
マルハン。健康な体、大事なのは毎日の積み重ね。マクナガ製薬の企業料金は家族みんなの利用者総代、毎日を大切にする医薬品です。企業料金のご相談はひねすく内部町4丁目角浜屋薬局へ。企業料金。ちょっとバイク乗らないならいい加減とくってよね。乗るのにも金がかかるんだよ。ここまでならよくある会話ですが、バイクを押していれば。バイクを押せば、あなたのバイクも売れるわよ。はい、よろしく。あの置きっぱなしのバイクを売ったら、万円になったんだって。そのバイクか？万円。そう。好きなポテトチップ、1000袋分。電話、バイクを押して電話だよ。あなたのバイク、売れっこないと諦める前にお電話。0120-50-8190。今回のウィーン世紀末展ということですけど、
ども、19世紀末です、ね、から20世紀初頭にかけてのウィーンで、あのクリムト・シーレをはじめとする映画家たちがたくさん出まして、あの、まあ、ウィーンの美術の黄金時代を迎えたわけなんですけれども、一番のピーク、そうですね、そそかしらデモンがこれが出ると思って見に行きました。いました、私の方でちょっと確認してみて、ウィーンの歴史にまつわる あらゆるものを所蔵している博物館ですね、はいはい、これあの絵画だけではなく彫刻だけではなく歴史のその何て言うんですか、例えば教会のものであったりとか、はい、教会を飾っていた彫刻であるとかステンドグラスであるとか、あるいはその騎士が身につけていた甲冑であるとか、そういった歴史的な資料が若手落語家を使った製紙とかそんなものはないですね。そうですね、そういったものは、病院から病院に行ってください。まだ、そういったものはまだこちらの方で確認取れてないでもこいつね、そういう資料はね、あやこさんたくさん持ってますよ。あ、そうですか。ほとんどの資料から何か盗んでますよ。みんなでいただいたんですよ。本当に歴史博物館と言ってもいいんでしょうね、ウィーンミュージアムなんですけれども、そこから、まあ、たくさんの絵画がこちらの今北海道に上陸しているわけなんですが、まあ、2人の画家を軸にクリムトとシーレ、まずグスタフ・クリムト、どんな画家でどんな特徴があるんでしょうか。はい、クリムトは、まあ、この時代のウィーンを代表する、芸術家なんですけれども、はい、大変日本でも人気がありますけれども、あの特徴としては金をふんだんに使った画面の中に、はい、金箔を使った画面の中に、はい、あの非常にこう官能的な女性の美しい姿を描いた。お話の途中ですけど、ね、はい、それは日本の絵画の中に影響を受けてる人なんですか。そうじゃなくてオリジナルですか。日本の絵画には影響を受けた部分もあるというふうには指摘されていまして、金箔なんかは日本は割合使いましたもんね、はい、それからあのクリムトのお父さん自身がその金を扱う職人だったので、そういったものを幼い頃から父親の仕事を見ていて金を使うようになったという話も今まで。あの今までやってるこんなアカデミックな選挙とかぐらい初めてで、ちょっと私いや思いましたけどアカデミックだと思いましたお前はなんかもうさアカデミックにしてしまったそんなことないんですよ。まあ、どっちもなんか仕上がりはダメティックだアカデミックって言ったら聞いてくる、聞いてくるって何ですか。最近それ自分で突っ込むようになったんですよ。あのちなみにですね、金箔を使ってる絵なんですけれども、あのパンフレットですとかそういったものにあの印刷されてます。あの絵、ね、何パラスパラスアテナという、はい、こちらにあの左に金箔の多く使われてる絵なんです。あ、そうだ、さっきアリスの人が来てたんだけどで、あとはですね、僕あのクリムトの絵に関しては見ていて非常にこの立体的だっていうんですか、うん、絵も多くありましたけれども、それも特徴なんですか。そうですね、今回の展覧会で出品されているのはクリムトの初期の作品が多いんですけれども、はい、初期の頃は非常にこうクリムトもアカデミックな真面目な絵を描いてまして、はい、あのその立体感とおっしゃったのはすごくこう写実的にこう絵を使った、はい、あのまあ一言で言うととても上手な絵を描いて。あやこさん、はい、この傭兵は今見せていただいたんですね。そうですね、その時にあやこさん一緒についていってくださってこういう話はしてくださったんでしょ。あ、いえ、あの一緒には行かなかったんですけども、私一人でですね。あの、じゃあアカデミックも立体感もお前のオリジナルなの。そうなんです、僕の悲しいね、キムシに刷り込まれたんじゃないの。僕の方がアカデミックですよ。こんなに学芸員と話が合わせたんてことありえないじゃない今までこの先やりにくくなるんですよ、これは。いやでも本当にそうでしたね、でしたねって何言ってんの。もう途端にそれじゃないの、だから褒められないんだよ。ちょっと待って、何だってデジカメ。いや、つまりですね、デジカメも立体になったんだよ今回。ごさん、また噛みますから、ちょっと聞いてください。あのこの本当にですね、美術に疎い人間が見ても非常に楽しめる絵が多くこちら展示してあるんですよ。でもう一つエゴンシーレなんですけれども、こちらはどうした特徴、どういった感じになりますか。シーレはあのクリムトとはこう親子ほども年が離れた若い画家だったんですけれども、
に2人は親しい友人同士でもあり、はい、まあ、お互いの才能を認め合っていたんですが、はい、チリはそのクリムトとは全くその画風は異なっていて、クリムトがこうエロティックでこう甘美な女性像を描いたんですけれども、はい、チリはこう見ていてこう心が痛々しくなるようなギスギスとした線を使って人間のこう痛みとか苦しみとかそういった内面をこう激しく描いた画家でした。じゃあこの二人は師弟関係にはなかったんですか？シーレが例えばクリムトに何かを教わるとか、でクリムトはクリムトでいや身の程をシーレとか、なんかそういうのはなかったんですか？そういうのはどうですか？今の言いたかっただけなんです。確認ぜひ確認誰に確認するんだろう。でも師弟関係とは言わずもうこの関係はあるんだけれども、とてもやはりクリムトを慕っていて、個人的に教えを乞うたということはあった。ラジオで言うと、いや違う違う、俺も言うと全然ない、お前教えを乞うことなんかないよ。僕がクリムトならば五郎さんが仕入れてるのか、誰かなんで俺が仕入れるの。俺はお前何の教えを乞うんだよ。続きだけうまくやる方法か。まあ、とにかくですね、こういった同じ時代に生きていてでも作風が違ったり影響を受けてでも作風が違ったら本当に見比べると楽しい展示会というかね。だからそれだけやっぱりさ、その美術の花が咲いた時期なんでしょ。いや、ね、本当にクリムトもシリも互いに全く違う画風でしたけれども、同じ時代でも本当にこう多彩な画家たちが出た時代だったので、おそらくないかさ、同じ時代から逆にそれができたんですよ。だって同じもんで先歩いてる人が真似したってしょうがないもん。そうするとオリジナルで勝負するしかないから、ね、こういう風にね、その文化文芸っていうのは一気に花開くのよ。だから同時代になっちゃう、はい、日本でもそうだし、はい、うん、やっぱりそりゃそうだろう。だって身長が良かったら絶対傭兵はもう押し打ちになってたからね。こんな無理のある話は初めてだよ。そういうのあります。影響を受ける人がいるからこそその時代にパッと花開くっていうのは落語でもそうなんですけど、本当に五郎さんも言ってる、例えば新潮社がいるから。